はい、こんにちは。毎週土曜日はちょっと古い銃で昔を懐かしんでおります。今回もですね、先般もご紹介しました MGC の、マグナ以前のハイキャパシリーズですね、これをご紹介したいと思います。スプリングフィールド5インチのオールブラックのヘビーウェイトモデルを今日はご紹介したいなと思います。もうね、グデ玉くん大活躍です。グデ玉くんのこの糸尻のところにですね、このセーフティーを乗せるとちょうどいい感じにこうカチャッとこうね、台になるんですね。はい、別に僕はスキヤとかサンリオから何かもらってるわけじゃないんですけど、非常に気に入っちゃいました。癒されますよね、グレーっとしてんのがね。多くのね、社会人はね、こんな風にしていたいなと思うと思いますけれどもね。ちょっとね、ここのところなんかオイル染みじゃないのかな。正直ね、保管もいいものもあれば悪いものもある。これ比較的ね、棚の高いところにずっと置いといたんでね、環境良かったはずなんですけどね、なかなかね、そうもいかないですね。この頃やっぱりね、刻印なかなかいいですよね。はい。でこの間ね、マガジンを損傷しないね、ためにですね、コック&ロックという形でこういう状態でこう常時こうお見せしてたらですね、例の固定シリーズのね、常にハンマーが起きている状態のね、銃とね、勘違いされてしまった方も、誤解されてしまったこともいらっしゃって申し訳ないんで、今日はね、マガジンを抜いた状態からスタートさせていただいております。はい。でこれ以前ね、ABS バージョンはご紹介してるんですよ。これ前回ご紹介したウェイガンカスタムの方ですね。で以前ご紹介した ABS はこちらですね。テッカテカのね。ただよく見るとですね、これ違いますね。刻印が違うもんな。私同じ銃だとばっかり思って見てください。こちらは38スーパーなんですよね。ほんとこっちは9ミリ、19149ミリってなってますね。だ違うものらしいですね。あ、今日発見した。でいい機会なんでご紹介しておきますと、私紹介したモデルを重複してまたご紹介しちゃわないようにですね、もちろん動画の方のね、管理機能で管理もしてるんですけれども、こういうふうにですね、オレンジのタックを箱に貼ってですね、目で見る管理も実行している次第です。はい。これね、物流とか流通の世界でもね、大事ですけどね、コンピューターだけに頼るんじゃなくてね、目で見る管理も重要ですよね、ということでね。ということはこれいろいろと比べてみなきゃいけないのかな。いやでもよく似てるな。ほぼ同じものだと思うんですけどね。確かにこっち側も刻印違いますね。ほらね。はい。ということでご興味のある方はこの古い方のね、 ABS の方の動画と、まああと、このレースガンタイプは残りもう1丁ぐらい出てくるはずなんで、こちらの方もよろしければ、ご覧いただければと思います。さて今回の銃なんですけれども、付属品はこんな感じですね。いつもの通りのね。でしつこいようですけれどもね、キャスピアンマーク入り、これは付加価値高いですよね。まあ確かにトリセツの色も違うな。ちょっとこの辺りのね、世代の細かいところが私分かっていなくて申し訳ありません。トリセツはね、こういう感じになってますんでね。はい、でマガジンは、2本ありまして、どちらかが前期後期だと思うんですよね。これが古い方かな。どうでしょう、詳しい方。構造からいくとこいつがやばそうですよね、ハンマーダウンで入れるとね。こいつ、あれ逆か。まあいいや、こいつがこんな感じですね。はい、まあ、どちらも正常稼働します。でこれマガジンはですね、あ、その前に付属品、他のやつね、
故障ではありませんっていうね、こういうね、大きさ統一してくれないかな、こういうの。あとこれですね、はい、ハンマーが倒れた時にどうのこうのって、またこの注意書き入ってますよね。はい、まあ、こんな、注意書きと一緒に、取説が入ってきて、年度とか書いてあるといいんだけどな。昔は書いてありましたよね。1993年8月現在のものですと。やっぱりだから93年ぐらいのこれもモデルなんでしょうね。はい、でマガジンはこう2種類や今私の手元にありますんで、今回試写をしたのは黒の方だったかな、こっちで試写したと思うんですけれどもね。で、MGC の閉店セールの時にですね、このハイキャパのマガジンだけがポンポンと1000円ぐらいで売ってたんで、2、3本買った記憶があるんですよ。でそれがどこに行ったかがちょっとわからないんで、そのうちまとめて出てくると思います。はい、まあ、エアガンの場合はね、火薬で撃つ、モデルガンと違ってマガジンさえたくさん揃えていけば、ほぼ1日バン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 遊びまくることができるということでね、それはそれで非常に便利な、世界ですよね。じゃちょっとまずこっちのマガジンに行ってみましょうか。ハンマーをねしっかり起こしてねやります。マガジンを入れます。で空打ち、これ一応ですな。こっちはどうだ、ガス入ってるかな。お、いいですね。どちらも快調ですね。パワー的にはあんまり変わらないのかな。まあ、これも面白いから初速測ってみましょうか。この頃のね、銃がどのぐらいだったのかってやっぱり知りたいですよね。この間向こうのね、ゴテゴテのカスタム見た時に、やった時にはね、そこそこ、っていうぐらいありましたからね。で、この世代の銃にはきついかもしれないですけど、いつもと同じ 0.25g の BB 弾を使って、どっちでいきましょうか。じゃあ、試射をしたこの黒マガジンの方からいきます。私ね、ほんとこのチャージャー好きなんですよ。ジュクジュクっていうの感触がね、なんかね非常に楽しいんですよね。でハンマーが起きてるのを確認して入れますと。で、丸井さんのターゲットに出張ってもらって、でいつもの弾速計で、ここだとあれかな、映らないかな、ちょっと前にしないとダメか、この辺かね。じゃあ打ってみますね。しっかりホールドオープンって感じですね。はい、初速はこんなもんですね。どうでしょう。まあ、まずまず使える銃だと思います。私はホールドオープンする姿もね、なかなかいいですよね。ここにね、無獄は諸事情によりネジ穴が見えて、ネジ穴というかね、芋ネジの入るね、穴が見えちゃってます。ここの機関部に関しては私しつこいようですけど、あまり気になりません。実際ね、中バカッと開いてるとそれはそれでいいんですけど、それでもやっぱりね、モデルガンとは違いますんでね。はい、銃口部はこんな感じですね。ギリギリまでバレルが来てますね。インナーバレルがね、ほんとね、なかなか快調ですよね。至近距離、まあ5メートルとかなら十分使える銃なんじゃないでしょうか。で、試射結果はですね、
残念ながらと言いますか、まあ5メートルで、イーグル工業の 0.15 の球ではこんなぐらいでしたね。この辺やっぱりあのレースガンとしてカスタムされたあのロングバレルのサイズのものに比べるとちょっとちっちゃうかなっていう感じですね。やっぱりねこの世代はねやっぱりヘビーウェイトになると厳しいですよね、なかなかね、と私は感覚的に思っております。まあ、それでもね十分に楽しめる銃なんで、まだまだしばらく大事に、しばらくじゃないですね。ただこれもう本当にあのどうしましょうかね、我々の就活っていうのはね、あのせっかくあのチャンネルでね同世代の方や先輩の方とね、お縁ができましたので、皆様からもご意見をいただいて、みんなであの就活を考えましょうっていうね、もう本当にね死んでからね、ただのあのガラクタとしてね捨てられるにはあまりに惜しいしね、かといってねあのいつまでもねこの市場が残るとも思えない懸念もありますしね。ですからまあどうやってねこう趣味としてね楽しく盛り上げていくかっていうのは本当あのみんなで考えていかなきゃいけないでしょうね。やっぱりね、あの本当あのまあ先もう少ししてからでいいやと思ってるうちに人間多分寿命が来ますんで、もうできることは今日のうちにというね、あのなるべく仕事は明日に回さないというような感覚でですね、そういうことはぜひね早めに考えていかなきゃなと思っているんですけれども、日々に流されている今日この頃です。それにつけても今年はねもう本当にねもう半年は少なくとも無駄にしちゃいましたよね、どこの業界の方もね。まあそんなことを考えながら、私はあのおかげで、時間が浮いたりあの家にこもっていた分ですね、こうやってね、自分のコレクションを棚卸しできて、で皆さんにご紹介できて、で皆さんと一緒に語ることができて、でやっぱり嬉しいのはね、あのこういう銃を出した時でもですね、なんじゃそれだけで終わらなくてね、まああの古い方はねいろいろとその時の思い出をね書き込んでくださったりするのはですね、もう見ていてねあの頬が緩んでいるのが自分でわかります。やっぱりね例えばラジオ番組、まあ皆さん聞くかどうかわかりませんけど、私は未だにあのまたラジオなんか聞いていてね、あれもね色気づいた若い頃なんかはね FM に行ったりね、それからしばらくするとまあ今度はラジオも聞かないで、まあ、昔はね車に CD させたりね、まあ、カセットテープなんて時代もありましたけどね、そうやって音楽だけになったりね、で今私あの通勤の車の中で聞いてるのはあのやっぱり民放ですからね、あの日本放送か文化放送っていうふうにまあ決まってるんですけれども、まあ、そういうねラジオのね番組を聞いてるとね、いまだにこの人生きてたのみたいな人がね、時々ねスペシャル的にオールナイトニッポンやったりね、そういうのをね、楽しいんですよ。でそれと同じようにね、やっぱこういうものもね、あまだこいつ動く形で残ってたのみたいな感じでね、まあ、一つのまたね何かを思い出すきっかけになればなと思ってもいます。で私自身はこう引っ張り出してみると、あんまりねそのシビアに性能を追求するとまた別になりますけれども、もう本当にやっぱり25年前のものがちゃんと動くっていうのが驚きですよ本当に。ただのおもちゃって言ってしまってはいけないなともう自分では思っています。本当によくできてる。でものによってはね、あのこの間のお見せしたコテコテガンみたいなやつなんかはね、もう十分調整すればね、いろいろな楽しみ方もまだまだできそうです。まあ、そんな感じでね、また古いモデルをね引っ張り出させていただこうと思っております。ではまた。